アラケタールコメスター、皆さんこんにちは、みこです。今日はですね、スブフンティーボについてちょっとお話ししたいと思います。スブフンティーボを習い始めた時っていつ使うんやろっていうのがちょっといまいち分かりにくいと思うんですけど、でその話をこの前ネイティブのペルー人の子としてて、ちょっとね一つ例をもらったので皆さんとシェアしたいと思います。オハラーって皆さん知ってますかね。オハラーって言うんですけど、そうなるといいねみたいな、そう願うよみたいな感じのこう言い方なんですけれども、オハラーも結構スブフンティーボ最後に絶対なんかな、100% スブフンティーボとセットなのかっていうのははっきり分かんないんですけど、基本そうです。で例えばオハラーベンガスとか、オハラーベンガでもいいんですけど、まあスブフンティーボっていうのが結局ね、確実じゃないこととかリアルじゃないことっていうことに対して使うんですね。なのでそのイエスかもしれないしノーかもしれないし、テレペンテシーテレペンテノーっていう言い方をペルーではするんですけれども、まあどっちかわからないとかどっちともはっきりしないような時とかに使うっていう用法があります。でですね、オハラベンガみたいな、彼が来るといいなみたいな、で来るかもしれないし来んかもしれない、でこう行く行く行くよ行くよ今日のパーティー行くよ行くよって言っとって、いつもまあそんなん言いながらみこいつも混んでみたいな時に、あじゃあオハラベンガスとかって言われたら、まあ来るまあ来てまあそうなるといいね、来てくれるといいねみたいな感じの使い方だったりします。もういろんな単語で使えて、オハラコンマスとか、こう食べてくれるといいな、食べてくれるかもしれんし食べてくれんかもしれんけど、おはらごまず食べてくれるといいなみたいな感じの言い方、なんとなくイメージできますかね。すごい一番シンプルで一番早いおはらの後にスブフンティーボが来る、どんな単語でも大丈夫なので、そうですね、なんか友達が日本から来るんよって言っとって、あじゃあおはらアブレスパニョールとか話すかもしれんし話さんかもしれんけど、まあ、スペイン語話せたらいいなその子みたいな感じの言い方とか、なんかこうまずすごい取っかかりとしてすごい分かりやすい表現かなと思ったのでちょっとシェアしてみました。よかったら皆さんそこから進めてみてください。それでは今日はこの辺で、ムチャスグラシアスポルベルミビデオ、チャオ。